ゴールさん、ヨナの咳が止まらなくて。ああ、それは大変ね。よければ薬をもらえませんか。それが今切らしてしまったところなの。申し訳ないけれど、調合用の咳取りゴケを採取してきてもらえない？南門のあたりに生えていると思うから。わかった、咳取りゴケだね。すぐに取ってくるよ。エミール？大丈夫？どうしたの？あ、リコ君。エミール！病気とかではないみたいね。疲労じゃないかな。目が見えない状態で走ったり転んだりして消耗したんでしょう。大丈夫？エミール、見えるダメだよ。エミール、寝てなきゃ。見えるんです、僕の耳がはっきり捉えたんです。この圧力、早く。来たぞ。外だ。魔物が襲ってきてる。おい、どういうことなんだ。説明は後で。みんなを早く支配へ。それから誰か、ヨナを。私が迎えに行く。お前も無理するな。はい、ヨナをよろしくお願いします。このままじゃ村が。こんな雑魚さっさと倒すぞ。守って散らしてやる。貴様らなぞ我らの敵ではあらん。叩き切ってやる。それを知れ。待って、娘がまだ外にいるの。このまま閉じろ。怪我人を図書館へ早く。
でかいのは。倒さなきゃ。腕に一瞬隙ができるようだな。近づいて攻撃を進めます。攻撃の隙を見つけるのだ。分かった。再生する魔物、聞いてるのか聞いてないのか分からねえな。じゃあ分かるまで攻撃するだけだよ。ここからなら登れる場所がある。行かせない。あっちはまずいぞ。図書館には行かせない。
全然効かぬぞ。じゃあどうすれば。楽しそうじゃないか。え？怖いね。こやつ、侮っておると痛い目を見るぞ。聞かないんだったら聞くまでやればいいんだ。それは指揮をこぼしてくどうか。それともただの向こうですか。どっちでもいいさ、行くようしろ。図書館の方に向かっておるぞ。行かせない、あっちにはヨナがいるんだ。ケツ洗って待ってろ、この変なんだが言うでない。少しだ、押せる。少しはマシな切り方を覚えたようだな。褒めてくれてありがとう。タイネがいると百人力だね。このまま押し切るぞ。図書館の中に魔物が。あ、ヨナ！エミール、体は大丈夫なの？こんな時にすみません。何のために来たのかわからない。お前は突っ込んだろ。突っ込みません。絶対に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 突っ込んだりしません。あなたたちは僕のこの呪われた目にも意味があると教えてくれた。僕の閉じ込められた人生にも未来があると教えてくれた。皆さんと戦ってるのに死せなんていられませんよ。エミール、無理はするな。ヨナさんも気をつけてくださいね。あのクソッタレを倒しましょう。そうだな。
つ、頭だけになってもまだ生きておるぞ。いいね、地下室だな。よし、地下室に押し込め。お前、何やつ？ヨナ！やつが魔物の王。ついにここを。久しぶりだな、城の所用。誰だ貴様は？我は黒の将、お前自身だ。何だと？城の所用、まだ思い出さぬか、我らの真の目的を。やるな、でたらめを言うでない。よほど思い出したくないらしいな。誰かを傷つけてしまうからか。そんなことバカバカしい。我らは魔王のために作られし書物、あの方以外を向く心など生まれるはずもない。魔王、思い出せ、我らが目的を。我らが目的は白と黒、我らが融合し世界に魔物を解き放つ。融合し魔物を解き放ついかん、そんなの。お前が小僧と出会ったのも
封印されし言葉を集めさせたのも全て我らが王の意志。我らが魔王。いざ行かん。我らのあるべき姿、正しき世界の姿へ。お前も我と一つになるのだ。一つ。シロ、このクソボン。来いね。このクソボン、肝心な時にわけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ロクスポ役に立たないんだったら巻き代わりに暖炉にぶち込んで本気でもやすぞ。このクズ神、お前のその口は私たちに嫌味を言うためにあったのだろう。お前のその頭は私たちへの説教でいっぱいだったはずだろう。仲間を忘れて魔王がどうだのこうだのと眠たいことを言いやがって、ふざけてんじゃねえぞ。我は魔王のクズ神。我らは統合されたシステムであり、正しき楽園を取り戻すための書なのだ。我らが一つになることは世界の必然だ。正しき楽園。そうだ、そのために我らはある。行かないで、シロさん。誰。いいです、僕のこと忘れたって構いません。でも僕は忘れませんから。何があったって忘れない。シロさんがシロさんであることは僕が覚えてます。だからどこまでも追いかけて思い出させてあげます。取ってきてください、シロさん。おい、シロを止めろ。このままだとあの黒いやつにシロが取り込まれるぞ。黒いシロ、黒シロ。そうだ、そのまま我と一つになるのだ。ついにこの時が来た。統合されし我らの力を見るがいい。シロさん、シロ。臭いぞ、シロシロと気安く呼ぶな。我が名はシロの書だ。シロさん。シロ。カイネ、お前はどさくさに紛れて役立たずだのクズ神だの言いたい放題であったな。小僧、また会えたな。シロ、大丈夫なの。その質問そっくりそのままお前に返そう。まさか我らは二つあって初めて一つになる存在のはず。知るか、我はお前ではない。我は我だ。そして我には仲間がいる。シロさん。頼りなく我が欠けたくらいで動揺する。シロ。誠に遺憾な奴らであるが、我の仲間だ。我はこやつらと共に戦う、そう決めたのだ。シロ。真の記憶なくしたわけではあるまい。そんなに覚えておいてほしくば、ページの端にでも書いておけ。
まずは周りの邪魔なやつから蹴散らすのだ。魔力が使えぬ。やつめ、封印されし言葉を奪い寄ったな。僕が何とかする。その程度で我がひるむものか。力を奪い返したぞ。屋根が崩れかかっておるぞ。気をつけろ。来るぞ。逃げろ。逃げるわけにはいかないよ。いずれにせよ我々の手に戻ることになるのだ。すべてが。ヨナ、ヨナ、ヨナ。大丈夫ですか？
私たちの乾杯らしいな。私たち、申し訳ないがこっちも限界だ。カイネさん、泣くなエミール。最後にこいつだけはちゃんと片付けてやる。エミール、はい。私を、私を石化しろ。私の魔物が封印の礎となってこいつを閉じ込める。そんなこと、カイネ、いけない。そうです、ダメです、できません。自殺行為だ。お前の力は仲間を守るためのものだろ。カイネさん、早くやれ。でも、もう扉を押さえておくのも限界だ。もう泣くな、エミール。負けるな、強くなれ。シロ、さよならは言わぬぞ、下着女。なんせお前は不死身だからな。ああ、そうだな。油断するでないぞ。言うまでもなかったな。
遊んでおる。犠牲者がまた増えたようだな。クソ、次から次へと。ここは危険だ、戻ろう。あ、でも、あなた…裏の中に魔物が入ってくるなんて。しかも甲冑まで着込んでおる。お前の村も変わったな。魔王のせいだ。あの日が全てを変えたんだ。もう5年か。妹のヨナが連れ去られてから5年、魔王を探し続けているが、未だ足取りがつかめないままだ。5年の間に世界は荒廃し、国門病で死ぬ人々も増えてきた。そして俺は魔物を狩り続ける日々を過ごしている。その戦いがいつか魔王につながることを信じて。ポポルが呼んでおるのだろう。ああ、飛んだ足止めを食らったな。ああ、